アンパンマンそれいけ。アンパンマンそれいけ。アンパンマンきらめけ。アイスの国のバニラ姫。それいけ。アンパンマンきらめけ。アイスの国のバニラ姫は2019年6月28日公開の日本のアニメ映画。それいけ。アンパンマン映画シリーズ通算第31作。キャッチコピーはアイスの国が大ピンチ。みんなを救って笑顔を取り戻せ。 全日本私立幼稚園連合会社会福祉法人日本保育協会推薦作品原作者である柳瀬隆の生誕100周年記念本作のキーワードは笑顔バニラ姫がアンパンマンや仲間たちと共にアイスの国を救うべく奮闘する姿が描かれるゲスト声優として女優の A 倉奈々お笑いコンビの安全漫才が出演 A 倉は ヒロインのバニラ姫役を、ミエアゾンはバニラ姫の教育係、ジェラート大臣役を、アラポンはバイキンメカのバイキンアイスロボ役をそれぞれ演じる。前作までは土曜日に公開されていたが、本作は劇場版シリーズでは初の金曜日公開となった。魔法のスプーンを使ってアイスを作るアイスの国のお姫様、バニラ姫。しかし彼女にはアイスの国の姫なのに、 アイスが作れないという悩みがあった。結果、アイスがなくなった国は寒々しく錆びれた地へ変わり果ててしまう。そして、何度練習を重ねてもアイスが作れず、溜まりかねたバニラ姫は、城を抜け出してしまった。その道中、コキンちゃん、そしてアンパンマンたちと出会ったバニラ姫。特にコキンちゃんとは仲良くなり、友情を深めていく中で、 自分がアイスを作れない理由や自身に足りないものを学んでいく。一方、アイスの国に行けば、アイスが食べ放題だと勘違いしたバイキンマンたちは、バニラ姫がいなくなったアイスの国で大暴れ、アイスの国を乗っ取り、バイキンアイスの国に変えてしまう。果たしてアンパンマンたちは、アイスの国を救うことが、そして、バニラ姫は、自分の力でアイスを作ることができるのか。詳細は、 アンパンマンの登場人物一覧を参照。アイスの国から送られたアイスクリームを笑顔で食べている。中には普段アイスクリームを食べないキャラクターも混ざっている。バイキンメカそれイケ。アンパンマン映画作品。ありがとうございます。